ずかさん何の前や。なべちゃんこんばんは。つまようじ目に入ってたらもう一生目開けられへんで。チロちゃんの毛が、さっきチロルをこう上からこう抱きしめてたら、この辺多分チロルの毛がいっぱい。 BPM さんこんばんは。こんばんは。チロゲチロゲ、仕事終わらず泣きそうです。泣かないで玉ねぎさん、大丈夫？今日は大変？ああ、ホラー CM オーディションのイベント、前しんじさん言ってたやつか。と何位なの今しまちゃん。チップさんこんばんは。白米さんこんばんは。こんばんはこんばんはこんばんは。5人増やすぞ。オッケー、入った。今2位な？ 1 位まで？みっちゃんこんばんは。みっちゃんさんみっちゃんさん、トラブル発生で処理が追いつきます。うそー、最近トラブル多いんですか？玉ねぎさんとこもしんじさんも前ねトラブルしてたし。まえちゃんログインボーナススタートしました。めっちゃ接戦。何時まで何時まで？仕事は時間になったら終わるもんですって。その通りです。その通りなの。そう、英作さんすごい、あの黄色のアバターが後ろのやつと一体化してる。つかさん時間前に帰っちゃうの？強すぎ。あ、11時までなん？たかっぺ、たかっぺこんばんは。こんばんは、たかっぺこんばんは。え、たかっぺどうやった？これそう？保護色ひよこ。保護色ひよこかわいい。あ、置いて帰ったら翌日余計に大変。そっかそっか、そういうのも確かに。どうでしたか、たかっぺバーベキューね。いけそうって言うとったんやけど、まだ分からへんねんなって言ってて、今日はどうかまだ分からん、今日はもう申し込んだでって言ってくれる可能性もある。あ、 LINE 送ったから返事待ち。まだ返事待ちか、まだ返事待ちか。6月12日バーベキューイベント、申し込みまであと3日です。申し込み締め切りまであと3日。あと5人は来てほしくて、どうしてもあと5人は来てほしくて。5人来ないとやばい。クレーム来たらしい。え、なんでなんでなんで来たん、クレームやばくて会社の。なんかビビビビオロケンさん初見です。初見だったの？ファンレベル、あ、レベル8の人は初見じゃないのよ。クレープは好きだったね。クレープ好きだけど、クレープクリームいっぱいは好きじゃない。そう、あと3日しかないんですよ。そうで、あと5人来てくれんとちょっとやばい。あ、トラブルで欠品出たから、うわー、それは確かに。でも向こうの人からしたら、そのトラブルなんて知ったこっちゃないですもんね。向こうでこっちのこの欠品のおかげでまたトラブルになるから、なんで欠品してくれてんねんってなるもんね、相手さんからしたら。しんど、会社しんど、会社しんど。ちょっとこれ塗ろう。できた？
ンレター書いてないな。だってファンレターですか。誰に、ゆうちゃん。ひひーん、チップさんが大間さんの真似してる。あ、馬になってるアバターが。あ、めっちゃ馬になってるしっかり馬になってる。そう、あと3日なんということなんですけど、申し込みはあと3日で終わってしまいます。はい、あと3日です。3日で私は5人増やさんとやばい。あ、香川のおじさんさん、フォローナイスです、ありがとうございます。なんかね、ここおじさんっていう名前の人が多い気がするんやけどおっちゃんとかおじさんが多い気がする。挨拶忘れてた、オラオラとかさ、ゆうちゃんとえみかに誰に書いてくれんの。イーストさんいらっしゃい、暇なんだ、アバターで遊んでますと。いろんなアバターを見せてくれるんですか。さてはさてはさては、暑いな、除湿しようかな。除湿、OK、できた。昨日私のメガネケースをいっぱいシール貼りました。見る、可愛くないですか。じゃーん、シールを貼りました。たくさんいろいろある。そんなにいっぱいあるんですか、アバター。ちょっと丸やからさ、なんか汚くなっちゃったんやけど、遠目から見たら可愛いからいいかなね。これはなんか東京の、何、東京のどこやったっけ、渋谷かなんかのお店で買い物したらもらったの、これ。そうそう、なのでこれ出てっけ、宮下パークでもらいました、これ。でこれはそう、ドライヤーで温めて貼るのか、温めて剥がすものだと。ここは温めてから貼らんとあかんもん。もうちょっと剥がれてんねん、ほらメタリカンさんこんばんは。ウーカじゃん、ウーカじゃん。あ、またエミカに固定してます。ナイス。しかもエミカとのやつと恐ろしい局面。ここどうやってドライヤーで温めて貼ったらピタッて貼れるんですか。可愛いやろ、でも透明で見た黄色がチャームポイントですね。でこれがそうですね、これもそうですね。でこれがなんかカエルさんですね。ここに We are Tokyo って書いてますね。メガネです。大きいんやけど、これでメガ、私のメガネがちょうど入ります。このカエルはここの、ここのカエルと一緒、多分金魚すくい、金魚すくい、ほんまや、金魚すくいや。温めると伸びるからシワにならない。なるほどね、剥がすときに温めたりはします。気づいてくれた、嬉しい。だってウーカですよね、わかるよ。このアバターね、結構いるんですよあ、もう今日来てくれてる中で2人いる。そうだからもう、あ、ハワくんやと思ってすぐ気づきました。もうすぐ気づきました。ウーカ頑張ってるもんね、同じ3期生としても本当に誇り、本当にウーカ頑張ってるから私も負けない、私も負けないぐらい頑張らんとと思って頑張ります。ストーリー見ましたが、見ましたが、あれはどこなのかしら、どこだと思いますか。どこでしょう。剥がすときは何、糊を温めて剥がしやくする、剥がしやすくするんようかな。めっちゃ剥がしやすいですよね、温めると綺麗に剥がれる。でもこれは なんか温めんでも綺麗に剥がれそうなぐらい合ってた、糊で。お気に入りメガネケースです。使
これじゃないともうメガネ、私のメガネ入らんから。メガネでかくてこれじゃないと入らないんです。いやこれじゃないとあかん。これは分かる。これみんなつけてる。これみんな結構何人かこのアバター、誰か分からへん、誰やろうって教えてくれへんかと、誰も聞いたんやけど。ナイス玉ねぎさん、お花ナイス、いっぱいいっぱいお花が飛んでるよ。お花ありがとうございます。上からも降ってるし下からも飛んでる。ありがとう玉ねぎさん。どこやと思いますか。今日行ってたところは、なんと今日はユニバに行ってまいりました、はい、ユニバに行って、でも今日遊びに行くというか動画を撮りに行ってきました、はい、今日で日本と TikTok も2本撮ったかな。 YouTube 日本動画撮って、 TikTok 日本撮って、あとは編集するのも。エミカが持ってるプラドのループ帯、なかなかの値段やなって。スペインで買ったんで、私そうスペインで買ったからちょびっと安かった、日本で買うより。そうでもなかなかでしょう。そうなかなかやねん。そうなんですよ、めっちゃおしゃれでしょ。でもプラダのアクセサリー全部かわいい。ハワくんに変身だって。あ、ほんまや、ズカさんもハワくんになってる。ルーカもこの前ミュージカルで大活躍してた、あやみちもすごく嬉しいって。そうね、見たくてさ、本当に。そうメタリカンさん、ちょうど私が東京にいる時に大阪公演してて、大阪に帰ってきたら東京公演に行ってて、ちょうど見れなくて1日ぐらい被ってたんですけど、私もうヘロヘロでもうバタンキューってなってた時やったから見に行けなくて、そう配信で見たかってんけど、配信もどうやって見たらいいのってなってんねん。そう、柏餅光蔵さんこんばんは。私も大活躍できるように頑張ります。ちなみに今は毎日放送さんで MBS さんで私が出てるまるちゃん生命さんの、まるちゃん生命さんのズバーンっていう乾麺の CM が放送されていますので、よかったら見てくださいね、はい、4チャンネルで流れていますので、もうババンと映っております。これは、はい、大人数の一人とかではなくババンと出ているので、はい、見つけてください。あとはフランスでシスコっていう、知ってるかな、インターネット会社の CM も出ております。はい、あとは何やろ。ここぞとばかりに告知をするやつ。あとは6月12日バーベキューイベントがあります。はい、申し込み締め切りまであと3日です。あと3日だよみんな、あと3日、あと3日、あと3日なので、これ申し込みしていただけましたら漏れなくお肉とお酒が一緒に楽しめます。大阪です。あと5人来てほしい、あと5人、あと5人来てほしい。もし俺行ったろかなみたいな、あ私行ってあげようかなみたいな人が今ここに見てましたら、もしよければ神枝恵美香バーベキューイベントで検索したらすぐ出てきますし、ここのプロフィールのところね、ポチッと押して、ショールームプロフィールポチッと押して、こうシュッてスライドしたら神枝恵美香バーベキューイベントを開催みたいな感じで URL 載ってるので、もしよければ来てください、お願いいたします。あと5人増やしたい、5人増やしたいでもって、俺無理やわ、私無理やわっていう方はね、お友達にちょっと声かけていただけると嬉しいかもしれない、知らないでもって、俺もう行くでっていう方はお友達連れてきてくれるともうめちゃくちゃ嬉しい、よろしくお願いいたします。ズバーン、そうズバーンです。あ、ナナホちゃんなのよ、めっちゃ可愛い、自分で描いたんかな、めっちゃ可愛いね。プラダのアクセサリー類結構値段するな、さすがにブランドもプラダまあまあ高いんですよ、まあまあ高いんですよ本当に。何の話。バーベキューイベントがね、あと3日で申し込み締め切りするんだよって、
でもあと3日で締め切りするんやけど、あと5人、あと5人必要、あと5人来てほしいなって思ってて、誰か来てくれないですかっていう話をしてました。たけさん、てつやさん、こんばんは。予定があって無理だわって人はチケットだけでも、だってチケットだけでも来てくれたら嬉しいですね。確かにね、嬉しい。いつの間にかアバターが出来上がってる。そうなんです、アバター2個もうゲットできるんですよ。よかったら、今やったら今日黄色にしていただくと漏れなく台上の色と一致します。台上の色と一致 してもう黄色万歳みたいになるので、もしよかったらぜひぜひよろしくお願いいたします。仕事じゃなければ行ってたって、来てほしかった、本当に本当に来てほしかった。そう、お友達とかね、よかったら声かけてみてください。よろしくお願いいたします。予定があって無理だわって人はチケットだけでもっていうのは、まあちょっと冗談半分ではあるけど、でもガチで5人ぐらい来てくれへんとちょっとやばい。ちょっと来てほしいなって感じですね。チケット5枚ぐらいは通りたいって感じですかね。水部さん、川は東京でもバーベキューを、だって東京ではねもうねしないんですよ。東京ではしないんですよね。そう、あとこのあと5人多分増えへんかったらできひんかもしれへん、これからあと5人増えへんかったらちょっとこれからバーベキューはできひんかもしれへんな。したいな、これからもしたいな。いや、ちょっと引き続き3日間宣伝たくさんしていきたいと思います。バーベキューイベントってお高いんですよって、とんでもないです、とんでもない、思ったより安かったって言われました。結構いろんなところでやってるけどこんなもんだなんですよね多分。あと私のとこは飲み放題付きなので、多分めっちゃいい。ずかさん何のノリやあ、すごい、結構ここ皆さん黄色のエミチーズにしてくれてはる、嬉しいんだけど。ヨーグルトタブレット食べよう。この間ここで話してて気になって買っちゃったヨーグレット、美味しいよねヨーグレット。本当に確かに安い、本当。え、動画撮影完全に OK したらどこに増えると思いますか、本当。増えるかな。マサッチさんが確かに安いって、あ、すごい、もう左半分全部、左半分もうみんなエミチーズって感じ。ってなってるこっち。仕事やったん？楽しみ。私の知ってる人？うん、木曜日お昼ここやんかやん。めっちゃおいしい。イオン出すって言ったんだけど、だってやば、めっちゃずかさん会社の忘年会でもそのぐらいの金額だから
かな。それを考えればかなり安い。あ、そうなんや。会社の忘年会もそんな感じない。そう、結構抑えたつもりではいるんですけど、そうなんですよ。ただもうちょっと来てくれないとちょっとやばい。ちょいやば、ちょいやばです。はい。5人来てくれたらなーって感じやねんけどなー。 5人来てほしい、5人。もしよろしければ宣伝もしくは妥協の一枚よろしくお願いいたします。でもマジで、まあ、ほんまに楽しいと思うねんな。そう、マジで楽しいと思うんですよね、私バーベキューイベント。まあまあ、そう、うん、いい感じやと思うんですけどね。ぜひぜひいらしてください。よろしくお願いいたします。そう、逆に関東ならあと5人を呼べたって。強っ、マサッチさん。マジか、強いな、マサッチさん。今度なんか関東であったらマサッチさんを頼ろ。それからマサッチさん頼ろ。いや、チョクレさん、やほい。死体からお土産代まで出すようかもしらんけどって。どういう意味、どういう意味、土産代まで出すようかもしれんけど。あ、ワクチン接種した次の日は確かに無理そう。確かに無理そう。それはやばい。私も今ワクチンいつしようかなってめっちゃ悩んでる。とても悩んでいる。そうなんや、それは無理。ありがとうございます。でも誘っていただいて。やばい、あと5人が増えてないぞ。あと5人が増えてないぞ。やばいぞ。どうしよう。あー、微妙な関係の彼女に誘ったんや。そうなんや。ユニバー、ユニバーも行けんで言うて。どうなった、その話も聞きたいねんな。今度トークポートあったらちょっと聞かせていただいて。さすがに公の場ではちょっとあれかもしれないからね、トークポートとかで聞かせていただいてね。りょうちゃん、こんばんは、こんばんは、こんばんは。うん、今窓開けたら涼しい。え、ほんまですか、本当ですか。あ、ね、ゲスト誰か呼んだら5人ぐらいならいけそうですね。確かにね、ゲストは確かに。今ちょっとこの感じやとゲスト呼べる余裕はない。今日も一日お疲れ様です。お疲れ様です。え、じゃあ窓開けようかな。今除湿したんですけど窓開けるわ。じゃあ、あ、ビビビビオロギさん、ファンレベアップ。めっちゃ早いですね、ファンレベアップ。すごい。会社の人と久しぶりに飲み会行って今帰ってきた。ちなみに俺は飲んでない。あ、そうなんですか、ゆうさん大丈夫そうですか。飲みたかった。ユニバと NGK も連れてってくれるかって言われた。めっちゃめっちゃ言われてる。この前お話会出てた後輩。あー、わかるよ、わかるよ、わかるわかる。後輩やったんやってなった。今晩湿気ないですか。今更ゲストって押せよってなるようやってなる。吉田あかりは後輩の SNS 活用アドバイスを行った。そうなんですか。e フットボールのメンテナンスも長かったけど終わってきてさっきパンでプレイしてたけど、バーベキューイベントが楽しみすぎる、楽しみすぎる。あと5人呼びたいねん。でもりょうちゃん、りょうさん、あと5人お友達いないですか。5人はいすぎ。ジンジャーエール飲んだから気持ちは飲んでるって。ちょっといつもと違うものをこうお腹に入れて。水野さん、だるまさん、ナイスナイス、だるまさん、ありがとうございます。こんばんは、今来ました。木村さん、いらっしゃい。
吉永に宣伝させる後輩の私がそんな。こじれの YouTube とあかりのサブチャンネルの動画があったのってそうなんですか。誰も100個ナイスみどりさんありがとうございます。ちょっと待って、窓開けていい、一瞬窓開けていい、暑い。あー急遽予定があるみたいで俺だけの参加かもって。お友達、お友達、もしお友達ね誰か行けそうやったら言っといて。あと5人増やしたくて。 NAB のスタッフとして頑張るらしい。え、そうなんですか。りょうくんナイスハートありがとう。あかりちゃんがスタッフさんなの。そんなこと、そうなんですか。めっちゃいい風入ってきてるわ。正解ですね。お友達言うとか、お友達。昨日マグと劇場公演行って、お、マジで公演行ってきたんですか。楽しかった。さよならのライアは裏方なんですか。たけさんナイスチェリー、チェリーチェリーボーイ、チェリーチェリーガールね、爽やか、すごい爽やか、うん、いい感じ。よいしょ、よかった。除湿するより全然いいじゃん。除湿するより全然涼しい。皆さんもよかったら窓開けてみてください。あ、イーフットボールでまたチームはもちろんバルサにしたよ。だってナイスだねバルサ。え、窓開けたら寒いって。ゆゆくんこんばんは、こんばんは。パッパ終電っぽい。うわしんど。明日も明日何曜日、明日金曜日やん。昨日の夜から窓開けっぱなしにしてるって。やっぱり最近暑くなってきたから、本当にちゃんと選手、バルサの選手入れたよって。なんかそういうの選べるのやっぱ楽しそう。うん、すごい楽しそう。あ、もう10時や。一旦本終わるかな。よっしゃ。というわけで30分の短い配信が終わりました。11時から23時から23時からもう一回配信をします。23時からもう一回配信、23時10分ぐらいになるかな。え、12日が大阪曇り予想。絶対雨降らさへんから安心して。たけさん60日おめナイス、ありがとうございます。久しぶりのファッションと遅刻するって。なんかしんじさん、それでも久しぶりに聞こえへんのは私だけかな。 PS4 の方は京都参加にしてるけど。あ、そうなんや、いろいろ分けれるんや。でも12日まで持つか心配です。絶対持つ。たまにさ、持つっていうか余裕持たせるしか。あ、半袖は寒いや夜。マジですか。私半袖やな今日もずっと。というわけでまた後で、11時10分ぐらいに帰ってくるので、皆様よかったらその時間にまた戻ってきてくれると嬉しみでございます。ひろきさんこんばんは。またね、11時10分ぐらい戻ってきてもらっても大丈夫でしょうか。地元は大事にせな。まだら、一旦ちょっとランキング読みたいと思います。13位なべちゃん、12位みんなの白米さん、11位かしもちみつぞうさん、10位たけさん、9位みずむさん、8位みっちゃんさん、7位やんちゃくれさん、6位ゆきよさん、5位しんじさん、4位ずかさん、3位たかさん、2位ビビビヨルゲンさん、そして1位はたまねぎさんでした。イエーイ。ありがとうございました。じゃあ30分の短い配信だったんですけども、11時10分ぐらいにまた戻ってきたいと思います。ほんならバーベキュー、あとちょっと今日終わるまでに4人増やすぞぐらいまでになりたいよね。ね、バーベキューイベントあと5人増やすぞ、4人増やすぞになるぐらいまでちょっと配信し続けようかな。ほん
ならまた後でね。ありがとうございました。おやすみなさいって。今朝はおやすみでしょ。おやすみおやすみ。皆さん寝る方はおやすみなさい。戻ってきてくれる方はまた後でね。ほんならね、ありがとうございました。バイバーイ、また後でね。やあ、はい、待ってたって待っててくれてた。ただいま。ちょっとせっかく配信してるし、漏れるあれする。あ、審査員特別賞絶対いけるよ。絶対しまちゃんならいけるよ。うん、絶対いける。え、めっちゃいい。出張集合はからの飲み行ってホテルに帰ってきましたって。すごい。ちょっと息抜きできました。ただゆきさん、ちょっと一瞬これさしていいですか、ライト。漏れさそう。最後のギフトすごかった。 BPM さんこんばんは。いや、しまちゃんすごいよしまちゃんすごいもん。よいしょ。音楽 BPM さんいらっしゃい。よし、音楽これでいいかな。息抜きどころか魂抜かれましたって。どういうことや、どういうことや。いいこと悪いこと言いたかっただけかい。おさむさんこんばんは。こんばんは、おさむさん。みずむさんはじめましてって。みずむさんははじめましてじゃないのよ。初見って出てないのよ。おさむさんは初見って出てるのよ出てるのよ、初見マークがいらっしゃい、こんばんはです。はじめましての方もそうじゃない方もいらっしゃいませ。神枝恵美香です。待って、みんな初めまして言うやん。私のエミチーズ、エミチーズやのに、エミチーズアバターなのに初めましてって言う。嘘ついてくるみんななんて、しりしたま抜かれました。どういうこと。コバティアルパカさん、フォローナイス、ありがとうございます。よろしくお願いします。ちなみに6月の2日目の夜にして初のありね、言うね、言う音、なんやろ。はじめました、尻足中華はじめましたじゃないのよ。ホワイトゴールド似合う。タカちゃん、サイネさん、タカちゃん、サイネさんって呼んじゃう。タカちゃんにしてください、名前23時からはじめまして。そうなってくるともう1時間単位ではじめましてになるけど。こんばんは、たかちゃん、いらっしゃい。皆さんこんばんはです。今日はあ、音声あり、なるほどね、よくわかったね、すごい。あ、道長さん、道長さん、こんばんは、フォローありがとうございます。イエイ、よろしくお願いいたします。はじめましての方も皆さんこんばんは、神枝です。イエイ。メガネ配信しようと思ったけどメガネ忘れたわ。今日新しいコンタクトなの。めっちゃ良くない？目見てください。目いい色だろう、めっちゃ。おさむさんフォローナイス、ありがとうございます。こんにちは、フォローしました。もうほら、赤目さんフォローしてんのよ。髪色みたいな、頭を下げて。こんな色です、髪色。ええ色です。ただゆキング毎度って。そっか、あれか、あみかさんの配信時間、仕事してるか寝てるかの2択すごいタイミング悪いんやな私。ただゆきさん、いつがちょうどいいですか配信。ヤンチュークリさん、ヤホイン。あ、そんなドアップで見つめられたらって
つーくんフォローありがとうございます。こんにちは、いらっしゃいです。頭のてっぺん、ムチョグスト、ムチョグスト。お、ユッキーファンレベ、ありがとうございます。今日はユニバに行って動画を2本と TikTok の動画を2本撮ってまいりました。え、 YouTube の動画を2本と TikTok の動画を、あ、違う、 YouTube の動画3本や。 YouTube の動画3本と TikTok の動画を2本撮ってきました。もうずっと日を浴びて私は干からびそうでした。もうドンキみたいなアバター見つけた。もうね、ボーって言ってたらね、もうドンキってドンキって言っちゃダメ。ボーじゃないのよ、もうドンキはもうドンキなのよ。ボードンキじゃないのよ。ボーホーテとかね。もうなのに今月もレベル10を超えてるとかあったりなかったりと自慢だり。すごいですよ、覚えてるもん。もうすぐ声張った、ただゆきさん、え、すごいとかって言ってた。ありがとうございます。つーくん、はじめまして。こんにちは、はじめまして。ひょっとしてツイッターから飛んできてくれました？すんげー、ドンペンアバター。ドンペンアバターって何ですか？あ、このこれドンキー、ドンキー。もうディスカウントストアにしなあかんかったかって。ディスカウントストアなんですか、ドンキって？そうなの、知らなんだ。はじめましての皆さん、こんばんは。某あかねとか、それはね、感じちゃうのよ。ドンペンちゃん、ドンキのペンギンじゃん。あ、ツイッターから飛んできましたって、つーくんさん、ありがとうございます。嬉しい、こんにちはです。はじめまして。 NMB 時代から応援してくれてはるんですか？それフルネームなんですな。ドンペンちゃん、ドンキーのペンギン、ドンペンちゃん。そう、なので今日はもう頑張ってきた、いっぱい動画を撮ってきまして、頭がかち割れそうでした。はい、13000歩ぐらい歩いた、多分。 SKT さん、こんばんは、こんばんは、こんばんは。ツイッターって何ですか？イーロンマスクですか？イーロンマスクって何？明日健康診断終わってからズバーン食べる。お、食べましょう。健康診断の前は念のために置いといて。そう、現在毎日放送さんでズバーンっていうね、あのまるちゃん生命さんの乾麺の CM をやらせていただいております、でさせていただいております。もしよかったら4チャンネルずっと見といたら流れるかもしれないので見てみてください。ズバン買い忘れたって。ズバン食べよう、みんな。マツくん、チラチラありがとうございます。マツくんさん、 YouTube にどん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 キードンキーホーテーって本家の動画上がってたりするって。え、本家ってドンキの？山さん初見です。山さんは初見じゃないの、前も来てくれたの。もうバーベキューイベントにも来てくれるの。NMB 推しなので何回か遠くから見てます。ああ、ありがとうございます。大人になりました。私大人になりました。こんばんは山さん。みっちゃんさん、ファンレベアップ、ボリューム満点。あ、激安ジャングル、ジャングルだってやつ。何時から流れますか？あのね、何時でも流れる可能性があるみたいで、多分あのインフォマーシャルなので、多分番組と番組の間、番組の途中には流れないとは思うんやけど、どうなんでしょう。何時にも流れる可能性あるって。この後買いに行くんですか？ズボーンって何？あのデニムとかじゃない？ドドド道具ば、道具筋、何これ。実は素人さんらしい。そうなん？大人になってます。さらに可愛くなってます。うわー、ありがとうございます、つーくんさん、嬉しい、優しい。めっちゃ上手ですね、テンションを上げる天才。りょうさん、えみちお帰り、ありがとうございます。ツイッター宣伝書いてくれてましたよね、バーベキューイベントの宣伝。ありがとうございます、本当にありがとうございます。見ました。
玉ねぎさん、お花ナイス、ありがとうございます。スラックスかもしれんで、確かにスウェットかもしれん。私も日本の秋図集ちゃうかな、秋図集応援しておりますって。いつもと違うの場所ちゃんとツイートして、本当ありがとうございます、本当ありがとうございます。バーベキューイベントが6月12日に大阪であるんですけれども、申し込みがあと3日で終わってしまいます。あと3日間だけ逆に言うと申し込めるって感じそうなんですけど、あと5人は増やしたい。今日マネージャーさんからもあの宣伝お願いしますねって言われてしまいましてですね、あと 5人は来てほしい。5人ぐらいちょっと来て こないとちょっと家に来てほしいなって感じなんですよ。ハッシュタグバーベキューイベントってやつもいい、めっちゃいい。秋津島どこ、岐阜、なんか褒められた嬉しいって、あ、私が褒められたんで嬉しいんです可愛いって言ってくれはったから。そうですよ、 SKD さん1994年生まれです。同い年ですか、うわ、何月生まれですか。バーベキューイベント行きたかったなって。マツくん行けないんですか、悲しみなんだが。いやはい、待ってたって待っててくれてた、ただいま。ちょっとせっかく配信してるし漏れるあれする。あ、審査員特別賞絶対いけるよ、絶対しまちゃんならいけるよ、うん、絶対いける。え、めっちゃいい、出張集合からの飲み行ってホテルに帰ってきましたって、すごい。ちょっと息抜きできました、ただゆきさん。ちょっと一瞬これさしていいですか、ライト。漏れさそう。最後のギフトすごかった。 BPM さんこんばんは。いや、しまちゃんすごいよしまちゃんすごいもん。よいしょ、音楽 BPM さんいらっしゃい。よし、音楽これでいいかな。息抜きどころか魂抜かれましたって、どういうことや、どういうことや、いいこと悪いこと言いたかっただけかい。おさむさんこんばんは、こんばんは、佐野さん。リズムさんはじめましてって、リズムさんははじめましてじゃないのよ、初見って出てないのよ。おさむさんは初見って出てるのよ出てるのよ、初見マークがいらっしゃい、こんばんはです。はじめましての方もそうじゃない方もいらっしゃいませ。神枝恵美香です。あ、待って、みんなはじめまして言うやん、私のエミチーズやのに、エミチーズアバターなのにはじめましてっていう嘘ついてくるみんななんて、しりしたま抜かれました、どういうこと。コバティアルパカさんフォローナイス、ありがとうございます、よろしくお願いします。ちなみに6月の2日目の夜にして初のアリネユーネユーオン、なんやろ、はじめました、シリアシ中華はじめましたじゃないの。ホワイトゴールド似合う、タカちゃん、サイネさん、タカちゃん、サイネさんって呼んじゃう、タカちゃんにしてください名前23時から始めまして、そうなってくるともう1時間単位で始めましてになるけどこんばんは、タカちゃん、いらっしゃい皆さん、こんばんはです。今日はあ、音声あり、なるほどね、よくわかったね、すごい。あ、道長さん、道長さん、こんばんは、フォローありがとうございます。イエイ。
よろしくお願いいたします。はじめましての方も皆さんこんばんは、神枝です。メガネ配信しようと思ったけどメガネ忘れたわ。今日新しいコンタクトなの。めっちゃ良くない？目見てください。目いい色だろ。めっちゃ。オサムさんフォローナイス、ありがとうございます。こんにちは、フォローしました。もうほら、クマさんフォローしてんのよ。髪色みたいな、頭を下げて。こんな色です、髪色。A色です。ただゆキング毎度って。そっか、あれか、アミカさんの配信時間仕事してるか寝てるかの2択すごいタイミング悪いんやな私。ただゆきさん、いつがちょうどいいですか配信。ヤンチュクルさん、ヤホイン。あ、そんなトアップで見つめられたらって。つーくんフォローありがとうございます。こんにちは、いらっしゃいです。頭のてっぺん、ムチョグスト、ムチョグスト。お、ユッキーファンレベアップ、ありがとうございます。今日はユニバに行って動画を2本と TikTok の動画を2本撮ってまいりました。え、 YouTube の動画を2本と TikTok の動画を、あ、違う、 YouTube の動画3本や。 YouTube の動画3本と TikTok の動画を2本撮ってきました。もうずっと日を浴びて私は干からびそうでした。もうドンキみたいなアバター見つけた。もうね、ボーって言ってたらね、もうドンキってドンキって言っちゃダメ。ボーじゃないのよ、もうドンキはもうドンキなのよ。ボードンキじゃないのよ。ボーホーテとかね。もうなのに今月もレベル10を超えてるとかあったりなかったりとか、ジバンダリーすごいですよ。覚えてるもん。もうすぐ声張った、ただゆきさん、え、すごいとかって言ってた。ありがとうございます。つーくん、はじめまして、こんにちは。はじめまして。ひょっとしてツイッターから飛んできてくれました？すんげー、ドンペンアバター。ドンペンアバターって何ですか？あ、このこれドンキー、ドンキー。もうディスカウントストアにしなあかんかったかって。ディスカウントストアなんですか、ドンキって。そうなん、知らなんだ。はじめましての皆さん、こんばんは。某あかねとか、それはね、感じちゃうのよ。ドンペンちゃん、ドンキのペンギンじゃん。あ、ツイッターから飛んできましたって、つーくんさん、ありがとうございます。嬉しい、こんにちはです。はじめまして。 NMB 時代から応援してくれてはるんですか？それフルネームなんですな。ドンペンちゃん、ドンキのペンギン、ドンペンちゃん。そうなので、今日はもう頑張ってきた、いっぱい動画を撮ってきまして、頭がかち割れそうでした。はい、13000歩ぐらい歩いた、多分。 SKD さん、こんばんは、こんばんは、こんばんは。ツイッターって何ですか？イーロンマスクですか？イーロンマスクって何？明日健康診断終わってからズバーン食べる。お、食べましょう。健康診断の前は念のために置いといてそう、現在毎日放送さんでズバーンっていうね、あのまるちゃん生命さんの乾麺の CM をやらせていただいております、ってさせていただいております。え、もしよかったら4チャンネルずっと見といたら流れるかもしれないので見てみてください。ズバーン買い忘れたって。ズバーン食べよう、みんな。マツくん、チラチラありがとうございます、マツくんさん。 YouTube にどん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 キードンキーホーテーって本家の動画上がってたりするって。え、本家ってドンキの？ヤマさん初見です。ヤマさんは初見じゃないの、前も来てくれたの。もうバーベキューイベントにも来てくれるのMB 推しなので何回か遠くから見てます。ありがとうございます。大人になりました私、大人になりました。こんばんは、山さん。みっちゃんさん、ファンレベアップ。
ボリューム満点、あ、激安ジャングル、ジャングルだってやつ。何時から流れますか？あのね、何時でも流れる可能性があるみたいで、多分あのインフォマーシャルなので、多分番組と番組の間、番組の途中には流れないとは思うんやけど、どうなんでしょう。何時にも流れる可能性あるって。この後買いに行くんですか？ズボーンって何？あのデニムとかじゃない？ドドド道具ば、道具筋、何これ？実は素人さんらしい。そうなん？大人になってます。さらに可愛くなってます。うわー、ありがとうございます。つーくんさん嬉しい、優しい、めっちゃ上手ですね。テンションを上げる天才。りょうさん、いみちお帰り、ありがとうございます。ツイッター宣伝書いてくれてましたよね、バーベキューイベントの宣伝。ありがとうございます、本当にありがとうございます。見ました。玉ねぎさん、お花ナイス、ありがとうございます。スラックスかもしれんで、確かにスウェットかもしれない。私も日本の秋図集ちゃうかな、秋図集応援しておりますって。いつもと違うの場所、ちゃんとツイートして本当ありがとうございます。ありがとうございます。バーベキューイベントが6月12日に大阪であるんですけれども、申し込みがあと3日で終わってしまいます。あと3日間だけ、逆に言うと申し込めるって感じそうなんですけど、あと5人は増やしたい。今日マネージャーさんからもあの宣伝お願いしますねって言われてしまいましてですね、あと 5人は来てほしい。5人ぐらいちょっと来て来ないと、ちょっと家に来てほしいなって感じなんですよ。ハッシュタグバーベキューイベントってやつもいい、めっちゃいい。秋津島どこ？岐阜？なんか褒められたら嬉しいって。あ、私が褒められたんで嬉しいんです。可愛いって言ってくれはったから。そうですよ、 SKD さん1994年生まれです。同い年ですか？うわ、何月生まれですか？バーベキューイベント行きたかったなって。松くん行けないんですか？悲しみなんだが。